ドラマみたいに抜け出すみたいな。僕一回ありましたよ、高校生の時に。門限9時なんですけど、うん、夏に花火大会があって、うん、監督がもし見てたらどうなる。病院の方に行かれてる。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、みんな愛してるよ。さあ今回のラブトークのお相手でございますが、川崎ブレイブサンダースより大塚選手、増田選手が来てくれております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロのバスケットプレーヤーということで、もうこの高校時代バスケをやってた人間からするとありがたいことでございます。川崎ブレイブサンダースのチャンネルの方でも私ちょっと出させていただいて、そこでは実際のプレーをちょっとしたりね、なんかいろんなこの川崎ファンの話とかも聞きましたけれども、今回はちょっと我々のチャンネルで、まあ、お二方相当なモテ男2人と聞いてます。いや、僕は全然ですけど。いやもうこの落ち着き具合、モテてきたとしか言いようがない。感情がどっかに浮いてきちゃっただけなんじゃないかなって。なんでそんなことなんの。あまりにも練習が厳しすぎて感情をどっかに。川崎厳しい。いろいろ厳しいです。あの練習内容もやし、はい、もちろん規律の部分も含め、はい、まあでも俺が学生時代の時と違って、やっぱ今はプロリーグがあるから、本当にバスケをやってる若者子供たちに夢を与えなあかんし、規律の部分も含めちゃんとしてるぞってとこ伝えなあかんもんね。はい、ちゃんとしてます。川崎ブレイブサンダース、ちゃんとしてます。3番目 1、2、3。あんま日出てほしくないカードですね。何でも答えます、私が。はい、聞かれたこと何でも答えます。あ、じゃあ今までで、ちょっと前に出すぎだなみたいなことを言ってしまった時ってどんな時ですか。まあ、使える使えないジャッジはちょっとお任せします。過去、はい、行列に出た時に、行列のできる法律相談所に出た時に、はい、ゲストが、まあ、某女優さんやったんです。で、貴重な話ありがとうございます。あ、じゃあ2番目で1、2。あ、はい、一番モテた時の話を教えてください。いくつの時がモテた、まあ、今もモテてると思うよ、はい、もちろんご結婚されてもあるから今はあれかもしれないけど、学生時代とかも含めて。分かりやすい話だと、小学校か中学校ぐらいの時にバレンタインの日、うん、まあ、学校でこういろいろもらったりするよね。数はちょっと数えなかったですけど、でも自宅に帰ったら自宅の玄関前に並んでたりとか。チョコが、はい、だから渡したかったけど渡せなくて家に置いてったってこと。はい、外に置いたって。うん、ちょっと怖かったです。怖いな、そんな。あ、でもそれはモテ男やな。マスは。いや、僕も小学校4年か5年ぐらいの時、なんか小学校ってこう引き出し机の中にあると思うんですけど、うん、その時にバレンタインで学校行ったらに結構チョコ入ってて、そしてすごい嬉しかった。え、もう小学校の時から身長大きかった。まあでもそんなめっちゃ大きいわけじゃなくて60ぐらいです。え、160ぐらいです。あ、俺今163です。ちょっと小さいぐらいです僕の方が。小学校の時の俺も41やで。なあ、高校ぐらいになってからは。僕は地元を離れて福岡の方の高校行ってたんですけど、うん、まあ、寮生活で規律のとか門限めっちゃ厳しくて、うん、高校はマジでほとんど恋愛しなかったんです。やっぱ厳しい寮って。そうですね、7時半以降外出ダメみたいな。ないの、あのドラマみたいに抜け出すみたいな。僕一回ありましたよ、高校生の時。門限9時なんですけど、うん、夏に花火大会があって、うん、寮母さん、うん、夫婦でやられてたんですけど、宣言して出て行きました。でもさ、寮母さんも今日だけは、今日だけは許してあげるっていうので、聞かなかったことにするよっていうだけ、はい、それも彼女と当時の。そうです、はい、高校2年生です。帰りたないやん、気持ちとしては。まあまあまあ、そうですね、はい。どこまで行ってたの。いや、もう花火大会だけですよ。熱いキスしてとか。いや、もう洗脳されてたんで、高校の感覚に。これ終わった瞬間に、言葉悪い、言葉悪い。花火大会が終わった瞬間に、
これがバレたらとんでもないことになるから早く帰らなきゃっていうのがもう脳の 95% ぐらい。そんな厳しいんや、はい、やっぱこの強い常連校は。もしじゃあそれが花火大会に行ってる、なんならじゃあキスしてるみたいなとこをその当時の監督がもし見てたら どうなる、もしバレてたら。はい、病院の方に行かれてる。一番上で上、お願いします。はい、これ聞きたいね。バスケ漫画でこいつすげえやんっていう選手、まあ、スラムダンクからアヒルの空、いろいろあるやんバスケ漫画。俺はもうほとんど読んできたから、読んできた中でこいつはすげえなっていう選手。僕はやっぱスラムダンクの仙道選手が一番好きですかね。仙道の方に行くんか。はい、初めて読んだ時からずっと変わらず仙道が好き、うん、どこがええの仙道の。プレーに余裕がある感じとか。確かにな、本当に必要な時だけ自分でやるみたいな。仙道みたいな髪型にしようとは思わへんかった。めっちゃツンツンするやつです、うん、髪型いいっすかね。そのまねしなくて。福田さんはすごいと思うのはやっぱ桜木じゃないですか。すごいと思うのは最後選手生命かって言ってプレーができる、全てを捨ててベットできるメンタルってやっぱすごいと思うんですよ。だからそっちに行くんだね。すごいと思う。じゃあスタメン後に誰でどこで固める。自分が読んできたバスケ漫画、まずだポイントガード、はい、シューティングガード、スモールフォワード、パワーフォワード、センター、もベタなこのチームラインナップ。マッスーチームは、1番は千秋で、ポイントガードはアヒルの空の千秋、はい、うん、2番はスラムダンクの仙道。仙道ね、シューティングガードに仙道、はい、うん、で3番は、まあ、山王の沢北。あ、沢北あ強いね、うん、強い。で4番には、川田兄の方がスラムダンクの川田兄ね、はい、うん、もう何でもできるし、もう今の八村君みたいな感じやもん。そうですね、うん、で5番はまだあんまプレーは出てないんですけど、スラムダンクの森重おお待って、俺一緒だわそれ。いや、チーム作るな、確かに。あ、チームやわ。俺も4番、5番全く一緒だわ。ですか、4番、5番一緒、川田、森重は。だガードはちゃうもんね。ポイントガードは牧かなって思いますね。牧な、牧はもう牧も全部できる。どっちかというと川田兄ぐらいのポジションやもんね、能力的には。牧置いてシューティングガード、フォワードに、いやこれ悩むんですよね。やっぱ僕シューターなんで三井か南を置きたいんですよ。おお、そっちか。ジン、俺はジン、まあ、好きなのはジンなんですけど、うん、いやジンかな。ジンを置いてフォワードにルカワですかね。まあ、そのチームも強いよね、ドリームよね。ジン止めれる？いや無理ですよ。小暮くんぐらいだ。そんなことない。小暮安田ぐらい。止めれて。止めれて。じゃあ最後。はい、あ、いいのが残りました。スーパープレーを見せていただけませんかと。まあさっきのこの漫画みたいなプレーじゃないけど、試合ではさ決めなあかんから、はい、派手なプレーより確実なプレーやん、はい、じゃなくちょっとこのパフォーマンス的にすごいプレーをせっかくなんでちょっと見せていただけないかと。はい、わかりました。いいですか。はい、じゃあちょっとお願いします。準備良ければ全然自分らのタイミングで行っていただいて大丈夫です。うわぁ、うわすげぇやん。え、スリーポイントラインから2メートルぐらい後ろ。そうですね、はい、すっごい。ゆうさんもやられてみますか。一回やってみようか。届かんで。ここよね、緑が誰だもんね。そうですね、今NBA選手がですね、こういうふうに構えます。
普通普通、いや俺現役の時でも多分無理やな。打ってみるね。めちゃくちゃ笑ってるやん。おい、すごい内股だったなと思って。いや、なんで学生時代に言われても内股で打てってちゃうの？膝はまっすぐ。時代は変わったか。ちょっとこれ記録として残るからさ、次のシーズンこんなことするぜっていうのちょっと公約じゃないけど宣言しておこうよ。僕からいきます。次のシーズン、あのロゴ3をですね、もっともっとたくさん決めて B リーグのハイライト映像を SNS に上げてもらう目標に頑張っていきます。来年の今ぐらいには分かるもんな。はい、ます 1年後の自分に、はい、まあ、今シーズンはあの、まあ、決勝敗退っていう結果だったんで、あの、まあ、チームとしてはチャンピオンに輝いて、でチャンピオンになってまたここの動画でチャンピオンになりましたっていう報告をできるようにやっていきたいです。頼んだね、はい、来年優勝して忙しなって俺らのことプイってせんといてや。おするなこいつ。する顔してた。いやこれはちょっとぜひだからが秋からのね新シーズンちょっと頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで今回のラブトーク、お相手は川崎ブレイブサンダースより大塚選手、増田選手でございました。ありがとうございました。いいね、高評価、チャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。